Alright, what is going on, guys? It's AGR, and welcome to part 8 of Genshin Impact Closed Beta Playthrough. So Vinti wants us to steal. That's cool. Stealing is good, guys! Nah. Don't steal anything. So currently, it's 21:49, and the game says guards are off duty from 18 to 6. So basically, we can go in right now. We can actually go here. That's cool. Ooh, oh my god. Is this like one of those... Those are guards, right? Every single one of them are guards. Hopefully it's similar to Honkai, though. Like, they have that sort of cone or whatever. Can't jump? We can't do anything? Oh, wait. Ducking. Ooh, okay. That's R2. Oh, wait. No. Oh god. What? Excuse me? Okay, where do I need to go? Because there are two guards right there, right? I think I'm just gonna wait until this guy comes around and then I'll go swoop there. Don't notice me. Oshikatta, majide! What the f- Where did he go? Okay. Oh, he went around. Okay. I think this is perfect. Don't go right side. Thank you. And we'll just dash in, I guess. We got it! Third try! I mean, first try. Easy clap, first try. Oh. Why can't everybody teleport? Game? Let me move. They're chasing me! What is this? What was that? Wait, where's the wind current? Oh. My. God. Can I restart? The asset didn't load for me, man. It's not my fault. Oh my god. See, look at that. It should have looked like that if it loaded, dude. And it didn't work? Thank you. What? Where? Is it here? Angel's shot! Time service too! Well, right, we're in the tavern. Lyric 様, こちらが今週の帳面です。 今度の封鎖, やはり影響が大きい。 早く収まるといいですね。 オーナー, 人が少ないところないかな? 2階なら人は少ないが。 しかし, 君は銀融詩人だろ? 賑わっている場所の方がいいと思うが。 演奏はまた今度やらせてもらうよ。先に2階に行くね。また後で。彼らを見張ってくれ。あの詩人は怪しい。僕は状況を聞いてくる。誰にですか?モンドの警備員たちにだ。Cool! Hello. Not going upstairs yet? You both seem to be in a hurry. あ、ディルック様。泥棒を見かけませんでした。何があったんだ?こんなに人を出して。ディルック様はご存知ないのですか?泥棒2人が天空のライヤーを盗もうとしたんです。ほう、それは珍しい。ええ、天空のライヤーは風神様の宝物。
これほど貴重な文化財を。金にならないものを盗むバカがいるとはな。うちの酒蔵を狙った方がまだ儲かると思うが。ああ、話がそれたな。金髪と緑色の二人はあっちに行ったようだ。かしこまりました。リルク様、ありがとうございます。今日はどれにしようかな。カウンターから取った酒を置け。冷たいのでいいかな。そろそろ僕の質問に答えてもらおうか。まずは飲ませてよ。ちゃんと払うからさ。僕の歌で。金の問題ではない。それに君はまだ酒を飲める年ではないだろう。それなら安心して。僕が酒をたしなみ始めたのは。ん？この人は誰って顔してるね。こちらはディルック、酒場のオーナーの、そのさらに上のオーナーだ。彼は有名人だよ。ちなみに僕は彼のワイナリーのダンディライオン酒が大好きなんだ。いつもはグラス売りでしか買えないけどね。衛兵から泥棒の話を聞いた。先に言っておくと、天空のライアーを盗む度胸は気に入った。君たちがバカだとしてもかなり珍しいタイプのバカだ。 There's no voice! Cool! Perfect! こちらは騎士団のスーパールーキーだよ。モンドの生遺物を盗むなんてありえないよ。君のような人材が騎士団に入るなどもったいない。 What did you say? セピロス騎士団は風魔竜の剣に関してずっと臆病で、それでいて効率も悪い。外交面もファドゥイに対して弱い上に保守的だ。いい、この話はしたくないんだ。先ほどの叙事詩は一体。これは重大な秘密のはずだ。なぜ僕に見せた？なぜだろうね。うん、風向きが変わろうとしてるからだろうね。どうかな、ディルック。面白い。少し時間をくれ。情報をまとめよう。Let's go! 異邦人、君は騎士団の肩書きがあるから疑われていない。指名手配には金髪としか書かれていないから、衛兵は君のところに来ないはずだ。しかし、銀融詩人、君は酒場から出ない方がいい。それなら問題ないさ。僕は酒場が大好きだからね。では夜、酒場の営業が終わった後、ここで合流しよう。All right. Oh my god! Moments later. Okay, so we're back. So you can't really go to the time unless you pause the game, I guess. Let's go to night, right?There we go. That's pretty cool. 来たんだね。君は？先に言っておくと、僕が今回連絡したのは一人だけじゃない。それから、こちらはただのジンだ。団長としてのジンではない。栄誉騎士の君でもそうそう接触できない人物だろう。意外だ。天空のライアーの話は聞いていたが、まさか君だったとは。ではディルックが言ったように、ライアーの音で風魔竜が浄化され元に戻るという話は本当なのか？そうだよ。今この栄誉騎士は風魔竜事件を解決するために最前線で頑張ってる。さすが騎士団のスーパールーキー少年だよ。Stop, dude. 違法なこともやらかしそうになったけどな。神話と関わるような荒唐無稽な説明を信じないのも無理はない。だが問題ない。詩人にもう一度歌ってもらって。信じるさ。頑固な団長様を説得。うん、四風守護の東風の竜トワリン、彼の裏切る理由がどう考えてもわからなかった。数年前のモンドを守る戦争で毒地の侵食を受け、目覚めた後もアビスの魔術師のせいで腐食を受けたのなら、
そうなるのも筋が通る。でもこれは代理団長の立場としては絶対に口にできないことだ。ファデュインの圧力のせいで騎士団が公に風魔竜への善意を示すことは難しい。そんなことをすれば務めを放棄したと解釈される可能性もある。ふん、そういうところも騎士団の嫌いな理由の一つだ。ただこの正体のわからない異邦人をそのまま信じるとは思わなかった。先輩のような厳しくて慎重な人でもこの旅人を信用しているではないか。だから先輩はやめろ。今回は協力すると決めている。触れちゃいけない過去があるみたいだな。とにかく天空のライアーについては心当たりがある。何事もないように話題を変えた。彼女やるね。モンドとスネージナヤの衝突、本質的には七国と七神の衝突だが、氷の神が率いるファデュイは風神が残した力を利用しようと企んでいる。ふん、そうだ。もし風竜を殺す計画を騎士団が止めたとなると、天空のライアーは彼らが唯一手にすることができる風神の力だ。モンドで単独行動しているファデュイのメンバーはいくらでもいる。すでにそいつらから情報を聞き出した。リルックが手に入れた情報によると、ファデュイは天空のライアーをゲーテホテルに置いていない。さすがに彼らでもせっかく手にした聖遺物を半ば公の場所とも言えるようなところに置いておけないのだろう。わかるわかる。大事になったら外交問題につながるからな。七国同士の関係性はそういうものだ。異邦人、出発の準備はできているか？Yep, let's go, dude. さっきジンが言ってたよね。ファデュイの目的はトワリンの力を氷の神に捧げることだって。Yo, the recording's already 28 minutes and like pretty much all of it are like conversations. That's insane, dude. This episode's probably full of just story and lore. もしかしたらファデュイの考えを甘く見すぎていたかもしれない。彼らの本当の目的は風のつながりを利用して風神バルバトスを探し出すことにあるのかも。前にリサが暴風の源を探して3つの神殿にたどり着いた時みたいにね。風神？風神がモンドを離れて1000年は経っている。なぜ奴らの目的が神を探し出すことにあると思った？えいい、これ以上は聞かないでおこう。さあ、これを。なんだこれ。正体を隠すための変装だ。ファデュイに見つかる前に被るといい。何せファデュイはモンドにとって厄介な異国の客人だからな。僕たちはトラブルを起こしに来たが、面倒なことは避けた方がいいだろう。 True? Smart?Oh my, what is that? Wait, we can have five at a time? That's actually sick! Oh god! Made it. First try. Let's go bottom. お前って本当にせっかちだな。 There we go. That was right. Excuse me. お前って本当にせっかち。Where's the other one? Hello? He went up! Why? Oh, okay. He uses a claymore. Or the, you know, the great swords. Hello. Don't eat me! What? People? The guard of these people was all killed, so...アビス教団の怪物が攻めてきたのかと思ったぜ。お前らなぜ天空のライアンがここにあると？生物を保管する場所に入るには鍵が必要だ。鍵が欲しいならこの先だ。俺は持ってないからな。こっち来るなよ。どいつが鍵を持ってるかは知らねえ。とにかく部屋の中の奴らに聞け。
かなりのビビリだな。あとは知らねえからな。モンドには俺らのファテスがいる。シニュラ様に見つかって目つけられても俺は関係ねえからな。 OK。 The translation was pretty long。 さっきさ、But the sentence in Japanese wasn't really that long。 変わった名前だな。ファデュイにいる11人の執行官、その8人目がシニョーラだ。 Oh god! Okay! That's cool! ファデュイが七国を勝ったし、セピロス騎士団の脅威となったのは、この11人の執行官が原因だ。彼女に悟られる前に、急ぐぞ。 Okay, this disguises. Okay, I... Yeah, fair enough.お前ら何者だ？どうやって入ってきた？覗きます。この子たちで守りに。Dude, he's so OP. I missed. 69. Hey.Got him. What is that? What the? Wait, what the hell? The acid just... Okay. You know what? Oh, look, a chest. I wonder what it could be.判決を下す。 That's kind of overkill because we only killed one. Wait, you know what? I'm actually pretty curious because I've been looking at like buffs that he got. When he takes damage, his base attack increases. Oh, there we go. It's this one. This is the buff. Okay, it's pretty cool. Boss room.ネズミ、どこから湧いてきた？このようなこと、シニョーラ様が許さないぞ。この私が代わりに片付けてやろう。お前って本当にせっかちだな。Miss me, stupid. Suman, suman. Ah, well, finally, oh my god. Wait. What? It was actually the harp that. Okay. So, yeah.さっきのやついなくなってる。シニョーラ様は貴様らに制裁を下す。モンドの詩人は子供が眠れなくなるほどの悪夢として、それを死に残すことだろう。怖そうなこと言って結局逃げていったな。チャレンジ completed. Okay. We're outAnd, yeah, you know what? I'm just gonna leave it at that. This episode was pretty, pretty, I don't know, like, lore heavy. Very, you know, there are tons of just, like, talking and stuff like that. But yeah, at least we know more about the lore of this game. So yeah, hopefully you guys enjoyed this video. It's been Sage. Thank you guys so much for watching. And I will see you guys later.